り霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。霊夢、何食べてるんだ？卵かけご飯よ。簡単で美味しいからね。確かに、急になんか食べたくなった時に、ぴったりだよな。考えた人は天才だと思うわ。お米文化の日本ならではって感じがするわよね。まあ、日本ならではの理由は、他にもあるけどな。ん？それ、どういう意味？外国の人は、生卵をまず食べないぜ。ええ？そうなの？ってことは、卵かけご飯も、食べないってことよね？まあ、そういうことになるな。よし、それじゃあ今日は、外国人が驚愕する、日本人だけしか食べないもの13選を、解説していくぜ。13個も教えてくれるのね。楽しみ。早速、一つ目は、生卵だぜ。卵に限らず、外国の人は生食の文化が、信じられないみたいだな。食中毒が、怖いらしい。なるほど。理由を聞くと、納得だわ。まあでも、日本人は何の恐れもなく、生の卵をご飯にかけて、醤油で美味しくいただくよな。それは、日本なら衛生面が安心だからって理由も、あってのことだと思うぜ。確かに、卵かけご飯で食中毒なんて、まず聞かないものね。生卵を使って食べるものといえば、納豆とかもあるよな。二つ目に解説するのは、納豆だぜ。納豆は、外国の人に驚かれたり、苦手って思われることが多い食べ物よね。最近では、英語でも納豆で通じることがあるくらい、有名な日本食ではあるけど、好きっていう外国人は、ほとんどいないな。っていうか、日本人でも、苦手な人は少なくないわよね。そうだな。納豆はやっぱり、あの独特な匂いと、ネバネバと糸を引いている見た目が、ちょっと受け入れがたいみたいだぜ。そうよね、あの匂いとネバネバは、苦手って思われても、無理ないわ。次は、ジャンルをガラッと変えるぞ。三つ目に解説するのは、白子だぜ。ああ、それは、納豆以上に、すぐ納得しちゃうわ。まあ、なんとなく想像はつくよな。見た目が、その、脳みそみたいよね。あ、もう少しオブラートに包むかと思ったぜ。包みようがないでしょ？それもそうだな。霊夢の言う通り、少しグロテスクに感じられる見た目で、外国の人には敬遠されてしまうみたいだぜ。しかもその正体は、魚介類の精巣だからな。それこそ、オブラートに包めなかったかしら。タラやアンコウ、フグなんかの成熟した白子は、すごく美味しいし、高級食材だけど、なかなかあの美味しさを理解してもらうのは、難しいだろうな。そうね、なかなか受け入れにくいと思うわ。さて、四つ目に解説するのは、ゴーヤにしようかな。ゴーヤ？まあ、確かに、独特な苦味があるから、わからなくもないけど、その通り、あの苦さには驚愕するみたいだな。ただ苦いだけじゃなくて、かなり強い苦味だろ？まあそうね。納豆と同じで、日本人でも、ゴーヤが嫌いな人って、結構いるもの。ゴーヤチャンプルーとかに入っているゴーヤを、何かわからずに食べてしまった外国の人は、あまりの苦さにこっそり、ナプキンとかに、隠してるみたいだぜ。ふ、ちょっと想像したら、なんだか可愛かったわ。あと、色でキュウリと勘違いすることもあるみたいで、このキュウリ、腐ってるって、思うこともあるらしいぞ。腐ったキュウリ。なるほど。ゴーヤの存在を知らなかったら、そう思っちゃうかもしれないわね。だよな。さて、次に5個目は、たらこや明太子だぜ。え、ちょっと意外なものが来たかも？明太子は辛いけど、そこまで驚くほどじゃなさそうだし、一体、どんな理由なの？味が苦手って意見は、確かに少ないんだけど、そもそも外国の人からすると、たらこや、明太子は、得体の知れないものって感覚が、強いみたいだぜ。そういうものなの？お菓子でも明太子味って、よくあるだろ？それでパッケージに明太子の絵や写真が載っていると、なんだこれは？って思うみたいだぜ。まあ、でも確かに、見た目から味は、想像しにくいものなのかもしれないわね。じゃあ次はまた、言われてみればってものを紹介するぜ。6個目に解説するのは、牛タンだぜ。ああ、それはもう、察したわ。下だからでしょ？その通りだぜ。でも私たち日本人は、普通に食べるよな。そうね、とっても美味しいし、言われてみればではあるけど、そんなこと深く考えて食べたことはないわ。でも、牛肉自体は食べるわよね。ああ、というか、国によっては、日本よりもたくさんの牛肉を食べてるみたいだぜ。でも牛タンは、見た目もちょっと怖いし、やっぱり舌って聞くと、なんかかわいそうになるらしい。あ、そうだ、同じ動物の肉つながりで、7つ目は馬肉について解説するか。馬肉も、かわいそうって理由？いや、それ以上だな。それ以上って、どういう意味？海外では、馬は社会性があって、人間に近い存在って、思われているみたいなんだ。馬は友達って思っている人も、少なくないぞ。へえ、そうなのね。あ、なるほど。友達は、食べられないわよね。そういうことだぜ。
だから外国の人に、馬を食べるって言ったり、ましてや馬が好物なんて言った日には、自分が友達をなくすことになりかねないから、注意した方がいいぞ。馬を食べるは禁句。覚えておきます。あと、馬を使った料理の中でも、馬刺しの場合はまた別の理由で驚かれるぞ。どうしてだと思う？馬刺しって、生肉よね？あ、わかった。生卵と同じ理由でしょ。正解。そもそも生食は、受け入れがたい文化だからな。外国の人は生食が苦手っていうことは、もうバッチリ覚えたわ。次も、生だからっていう理由がある食べ物だ。8個目は、フグだぜ。フグって高級だから、それだけで、美味しいって思っちゃうわ。単純なやつめ、フグに限らず、生魚には抵抗があるらしい。まあ、今では、寿司の文化が定着してるから、他の生食に比べたら、苦手意識は低いみたいだけどな。でも、フグは他の魚とはまた別の理由で驚かれるぞ。え、そうなの？どんな理由？フグは毒がある魚だろ？あ、そっか。普通に考えたら怖いわよね。そういうことだ。外国の人からしたら、毒がある魚をどうしてわざわざ、って、思うみたいだぜ。それも言われてみればそうよね。あれ？日本人って、思ってた以上に、クレイジーなのかしら？そういう観点でいくと、9個目に解説する。こんにゃくも、どうしてわざわざってものだぜ。え、こんにゃくって、そんなに変な、作り方とか、食べ方かしら？じゃあ、こんにゃくがどうやって作られてるか、知ってるか？それは知らないわ。でも、こんにゃく芋っていう芋から、作られてるのは知ってるわ。そのこんにゃく芋が、かなり厄介なんだぜ。しっかりと適切な方法で処理しないと、刺すような痛みの悪が残るんだ。刺すような痛み？こんにゃくって、そんなヤバい芋から、作られていたの？そうだぜ。それに、それ以外の工程も、かなり面倒が多くて、日本人からしても、よくそこまでして食べようとしたなって、思うほどだぞ。確かに、最初に食べようとした人、勇者すぎるわ。まあ、外国の人からすると、そもそもあの見た目が苦手らしいけどな。え、そうなの？そんなに変な見た目かしら？よくよく考えたら、あんな灰色の食べ物は、めったにないだろ？それに、黒いつぶつぶも、不気味に見えるらしい。そうなのね。こんにゃくを不気味って思ったことはなかったから、そこにびっくりしちゃったわ。じゃあもう一つ、日本人もびっくりするような、食べ物を紹介するぜ。まあ、びっくりするのは、外国の人の、反応に対してじゃないけど、10個目に解説するのは、海苔やワカメなんかの、海藻類だぜ。へえ、海藻類も、外国の人には、驚かれちゃう食べ物なのね。意外ではあるわ。海藻類は、見た目や味に嫌悪感があるわけじゃないけど、海の雑草だろ？って思われるみたいだぞ。海の雑草か。まあ、いい響きではないわよね。そういうわけで、雑草は好んでは、食べないってことだ。ただ、驚くのはここからで、実は生海苔なんかの海藻類を、消化できるのは、日本人だけなんだぜ。そうなの？もう、人体の構造レベルではっきりと、好みが分かれちゃってるじゃないの。生海苔を消化できる腸内バクテリアは、日本人にしか存在してなくて、外国の人が生海苔を食べても、体内で消化できず、そのまま排出されてしまうらしいぞ。じゃあ、あんまり食べない方がいいのね。焼き海苔なら、栄養素もしっかり吸収できるから、外国の人に勧めるなら、焼き海苔にした方がいいぞ。焼き海苔なら大丈夫なのね。覚えとこうっと。人体の不思議も分かったところで、11個目は、ちりめんじゃこだぜ。まあこれは、結構単純な理由だな。なんだろう？ちりめんじゃこも一応魚だけど。お、いい線いってるな。外国の人は、ちりめんじゃこの目を見ると、ゾッとしてしまうらしいぞ。なるほど。目がついてるのがダメなのね。それに、ちりめんじゃこって、いっぺんにたくさんいるからな。たくさんの目を見てると、かわいそうになってくるみたいだぜ。牛タンとかもそうだけど、ちりめんじゃこを、かわいそうって目線で見たことはなかったから、なんだか新鮮な感覚だわ。ちなみに、桜エビも同じ理由で、苦手って思われてるぞ。なるほど。桜エビも目がいっぱいね。さて、残すところあと二つだな。あと二つ。何が来るのかしら？ワクワク。それじゃ、十二個目は。焼きそばパンだ。焼きそばパン？え、マリサ、何か他のランキングと間違えてたりしない？間違えてないぜ。ここに来て焼きそばパンなの？その反応が見たくて、わざと最後の方まで取っておいたんだよ。もう、お望み通り、拍子抜けよ。一体、焼きそばパンの何が外国の人を、驚愕させるっていうのよ。焼きそばパンは、その組み合わせが、ありえないって思われるみたいだぜ。組み合わせって、焼きそばと、パンってことよね？ああ、そうだぜ。焼きそばとパンは、どっちも炭水化物だから、炭水化物に炭水化物を挟むって感覚が、
理解できないらしい。なるほど。まあ確かに、一理あるわね。結構単純な理由だったけど、面白かっただろ？まあそりゃ、面白かったけど、一体最後は、何を解説してくれるのかしら？ハードル上げるなよ。それじゃあ最後の食べ物を紹介するぜ。13個目は、タコだぜ。タコって、足が8本の、あのタコよね？そのタコで間違いないぜ。ここまでにも、魚介類って結構多かったわよね。そうだな。でも、タコは特別驚かれるぜ。というか、忌み嫌われてるな。忌み嫌われてる？一体、タコが何をしたっていうの？まあ、何もしてないとは思うけど、タコのあの、動きや見た目が、外国の人には受け入れられないみたいだぜ。まあ、足も多いし、独特な見た目かも。タコのことを、デビルフィッシュなんて、呼ぶ国もあるくらいだぜ。悪魔の魚？そんなになのね。でも、日本に来てタコ焼きを食べて、その美味しさに驚愕する外国の人も、少なくないみたいだぜ。そっか、タコ焼きなら、タコの見た目はわからないもんね。さて、これで、外国人が驚愕する、日本人だけしか食べないもの13選は終わりだぜ。どうだった？そうね、今まで普通に食べてきたものを見る目が変わったわ。まあだからって、そう言われるともう食べられない、とはならなかったけどね。それならよかったぜ。今日もとっても面白かったわ。ありがとう。また面白いネタ、仕入れとくからな。それじゃあ、今回の動画はこれでおしまいだぜ。また、見に来てね。この動画が気に入ったら、高評価とチャンネル登録をお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。